はい、久保さん、こんばんは。気になる男、第100話ですね。第100話がやってきました。大台乗りましたね。大台、まあ自分にとっては大台なんでね。大台乗ったなと、ちょっと言わせてください。自分の中で。はい、ということでですね、今回は、まあ家族が必要な人、いらない人、みたいな。ちょっと話をしていこうかなと思うんですけれども、家族の存在意義っていうマスターマインド講義、マスターマインド講義、作っていただいたんですけれどもね、まあ、今思う家族が必要かと、命がけで守る必要、守る家族、しかし家族の誰もあなたを守ってはくれないんだよっていうね、誰も守ってくれない事実、誰も守ってくれない事実、まずこの事実があると、まずこの事実があるんだっていうことを言われてたのかなと。そして家族ですね、誰かを守るため、まあ、家族を守るために必要なのは4つの力がいるんだと。お金の力、体力、知恵や力、精神力、まあ、4つあるんだということをおさらいっていう形でもう一回言っていただいたんじゃないかなと。まあ、お金の力ですね、そもそもお金を稼げないと家族を守れないっていう、もう単純明快なこの貨幣経済の仕組みですよね。そしてたった一人でこの稼ぎを確保しなければならないという、これもまた家族という中で生きる男性の宿命というか定めというか、そしてお金に関して、単純にお金という面で考えれば、生産活動、お金を稼ぐ活動か、稼がない活動、まあ、消費の活動しかないよと。で、稼ぎ手のあなたは、ちゃんと稼ぎ手との時間をしっかり作ってますかと。一人で稼ぎ、家族全員が消費する、この家族というシステムですね。稼いでも追いつかない。いいけれども、それでも稼いでいくんだっていうね、ところが必要なのかなと。お金を使われる家族、使っていく家族、その家族に対して、稼ぎを供給するというね。どんどん使われるけど、どんどん稼いでいくっていうね。まあ、なんていうんですかね。なんていうかわかんないですけど、使われる先から稼いでいくみたいな、もうそういうことになっている、いくのかなとは思うんですけども。そして体力ですね。体力が必要ですよっていう。まあ、眠くてもということでね。眠くても眠くてもやんなきゃいけないよと。眠くても時間がなくても結果が必要、稼ぎが必要と。サラリーマンだったらあんまり考えなくてもよかったんですけどね。まあ最悪サラリーマンで夜勤をしろ言われても、まあその自分の責任範囲で、やればいいわけですし、決まってるわけですからね、枠組みが。でもこと自分で稼ぐとなると、まあそういうことにはいかないと。結果が必要なんですよと。眠かろうが時間がなかろうがやらなければならないですし、お金を稼げないと家族から攻撃されるって、ね。なんで稼げてないのっていうね。なんで稼げてないのっていう。それとこれと話が別だというね。結果がなければ誰も認めてくれない。まあ、誰もっていうか家族ですけどね。家族が認めてくれないと。そして、助けてくれることは基本的にないと。まあ、基本的にじゃなくてないですよね。ない。皆無です。皆無。ない。全くないと。だからこそ、誰もやってくれないんで自分がやるしかないというね。
甲子園のフレーズじゃないですけどね、高校のね、お前が打たなきゃ誰が打つってね、誰も打たないってやらなければならないというところなんですけど、まあでもこれが事実と、これが事実なんで、これを受け入れてやっていくしかありませんと。そして知恵や力の話もしていただきましたよね。まあ問題解決能力がないとやっていけないと。まあこれは会社員でもそうだと思うんですけどね、ある程度。ああ困った困ったと、ああ困ったですよというんじゃどうしようもないと。まあそうか、会社員これでもありですもんね。困ったんで帰りますみたいな困ったんでちょっと今日帰りますみたいなね。まあそれもできたんじゃないかもしれないんですけど、まあそういうわけにはいかないと。困っても帰る場所がないっていうどこにも行ってないから別にやらなきゃいけないだけなんで、だからまあなんとか知恵を絞ってなんとかするしかないというか、まあ時間を使っていくしかないというか、まあなんかこう取っかかっていくしかないという。そして目標の売り上げですよね。目標の稼ぎに向かって、常を掲げて、家族を養っていくしかないんですよと。時間は待ってくれませんし、決断もしなきゃいけない、選択もしなければならない、そのままでは何も変わらないですからね。稼ぎを増やすためには何かリスクを取っていかなければならない。まあリスクって言ってもその選択のリスクですけどね。何も現状維持っていうリスクを破っていくっていうことになるのかなと思うんですけど、そして、それをやったとしてもね、感謝されないと、感謝されないで、そして批判も浴びる、批判は浴びてると。もしうまくいかなければ、あれをやったからダメだったんじゃないのと言われるわけで、別に結果が出れば何も言われないんですけど、何かうまくいかなかった場合だと、それが何かをね、やり玉にあげられるというか、まあそういう家族ですよね。家族、見えないものは見えてますかというね、見えないものはでも見えないと、見えないものは仕方ないと、まあ見えない人は仕方ないと。でも見えない人っていうのはね、そんなに意識しなくてもいいもんなんだけど、ですけど、実際は見える人の方が問題だと。よく見えてる人、よく見えてる家族、果たしてどれだけ見えてるでしょうかっていう問題提起だったと思うんですけどね。まあ見えてないなっていう見えてないなっていう。そして精神力も必要ですよと。どんなに惨めでも稼いでいかなきゃいけないと。結局この稼ぎっていう結果ですよね。結果、この結果を出していかないことには、まあ何もなしというか、この稼げない父親の存在意義はないと、まあ、言っても過言ではないですよね。だって稼げてないじゃないっていうね、一言で全て終わるんで、もうその一言を言われた時点で結果が全てっていうところになりますんでね。で、家族がね、必要ですかと、必要じゃない、必要ですか、必要ではないのですかっていうね、問いをいただいたんじゃないですかと、あというのをね、いただいて、そして稼ぐ原動力っていうのは何なのかっていうところ、ここからはちょっと自分の話になっていくのかなと思うんですけども、この家族必要ですか、原動力は何ですかっていうところなんですけど、逆になんですけどね、これ考えたのが、家族がいなくなった時に稼ぐ動機はあるのかなって考えたんですよね。まあ、家族がいないのであれば、まあ、必死で稼ぐ必要ないってなるんですよね、結局。なんとか一人だと、まあ、なんとかなるとは思うんですよ。変な話。稼がなくても。惨めな状態であっても別に、まあ、一人ならいいかっていう考えに陥ったりするんですけど、まあ、家族がいる。つまり、消費する人がいる。消費する人がいるからこそ、そこに稼ぎ手の存在意義があると。それは稼いでる、稼いでないではなくて、消費する人がいるから、その対極の稼ぎ手が存在する意味があると。もちろん、
家族と生活するということは、家族と一緒にいる、そうすればその時間が短くなれば、まあ、家族と一緒にね時間を過ごす時間が短くなれば、なんだよと、もちろん家族は不満になりますよね。仕方ないですよね、こんなの。でもこれを稼ぎ手の責任を、まあ、果たすためにはやむを得ないというか、仕方ないというか、もうそう俺しかないので、まあ、それを分かってもらえなければ分かってもらえないままやるしかなくて、まあ、その中でうまく折り合いをつけていく、まあ、自分の中で折り合いをつけていくっていうことですよね。そしてその中で稼ぐ時間を何としてでも作っていくと、何としても作っていくと、もうやるしかないんだと。家族がいなくなれば稼ぐ動機がなくなる。この家族が稼ぐ動機がなくなるっていうのは、まあ、非常に危険な状態なんじゃないかなと思いまして、稼がないといけない焦燥感、家族がどんどん消費していきますからね、次から次からすごい勢いでね消費していくというか、消費していくことしか考えてないんじゃないかという、もう毎日消費することだけを考えて生きているっていう、まか不思議なこう生命体と思うしかないんですけど、自分からしたらなぜそこまでこう消費することに消費することだけしか考えないのかなと思うんですけど、まあその中でたとえそうであっても、そのどんどん稼いでいく方に対して、消費していく人に対して、緊張感を持って、稼いでいくと、緊張感を持って稼いでいく、なぜならどんどん消費していきますからね、何事もなく消費していきますんで、それに対して、補填していくというかね、稼いでいく、簡単ではないですけど、そこに対して稼いでいく、もちろんそれはね家族は分かってくれないと、消費する人生が当たり前の人生ですから、そういうものだと、家族はそういうものなんだと、そこを認識した上で、常に、自分と戦っていくというか、稼ぐ自分の稼げない弱さに勝っていくでしょうかね、稼げないという弱さに勝っていく、稼げないんじゃないかという心の弱さに勝っていく、まあこういうことになっていくんじゃないかなと思っておりまして、そして目標とする何かに対して超えていく、少しでも超えていこうとする、そういう前向きな考え方、心、そういう、まあ、心意気かもしれないですね、心意気心意気が必要なんじゃないかなとは思ったりするんですよね、心意気が目標なのかっていう、ちょっとなんか違う気がしますけれども、まあ家族のために稼がなきゃっていうね思う心が、まあ、あるかどうかはまあさておきなんですけど、まあ、ともかくその稼がないとどんどんなくなっていくというね、その強制力があるからこそね、あるけれどあるからこそ原動力が生まれるんじゃないかと、まあ単純にない、どんどんなくなっていくんでね、どんどん稼がなきゃいけないというところで、まあそれでもその家族がいなくても自由に、その家族がいなくてもこう自由が好きなんだと、それで自分の自由を謳歌するために稼いでいくんだっていう方もいますよね。まあそれが人生なんだと、パソコン一台で稼げる。言うたからこの世界に入っていって、パソコン一台で稼げるようになったと、何が問題だと、自分で全部使って何が問題なんだと言い切れる人であればね、別にいいんですけど、それはそれで、ただ家族がいないとダメになる人っていうのもいるんじゃないでしょうかね。だから自分がどっちのタイプかですよね。もう家族なんていらなくて
自分がただ好きに使いたいために、その自分のやりたいことに対してストレートに稼いでいくと、自分がこれをやりたいから稼ぐだってね、ストレートに稼ぐ場合、それともね、別にそこまで欲はないけれども家族を形成するため、家族としての崩壊を防ぐために稼いでいくっていうね、まあ、どっちのタイプ、どっちの方に人はいるのかなというところになるのかなと。もう欲望がね、あってあって仕方ない人もいるでしょうし、いや別にあんまり欲望ないんだよな、でもなんかやるべきことがないとちょっとあれなんだよなみたいな、人生生きててもしょうがないよなみたいな、まあそうやって、自分の人生がどういう人生なのかっていうのを向き合って、まあ、模索をしていくしかないのかなと。ここは本当にそれぞれ人それぞれ答えが違うと思うんで、その人それぞれ自分なりの答えっていうのをしっかり見つけていくっていうところも必要ですし、どうしてもやっぱり見つけれないっていうこともあったりするんじゃないかもするんですよね。まあ、今回100話に到達するにあたり、自分も一つ掲げていた目標というのは達成できたんじゃないかと。本当に今日ですね、今日本当にちょうど100話なんですけど、100話、この気になる男シリーズが始まる前ですかね、始まる前に一つあることをね、なんかこう決めたというか、まあきっかけになったという考え方ですかね。まあそれがこうやって今100話になって、ちょうど今100話撮ってるんですけどね、その100話の前に達成できたっていうことは少し良かったのかなと思ってはいるんですよね。それがその望む形で、そのしなければならないことだったかどうかは置いといて、ただやらなければならないことがあったと、やらなければならないことがそこにあった、だからそれに向かっていくっていう単純なことかもしれないですけどね、ただ一つ壁は越えれたんじゃないかなと、目標は達成できたんじゃないかなと思う次第でございます。これは午前中久保さんにちょっとね、別件でお話ししたところで、ところがあったのでね、まあ、ここではもう特に大きく語ることはしないんですけども、じゃあ今度次のステージですね、次のステージ、この取っかかりを今一生懸命探そうとしています。もちろん、やるべきことはしっかりやっていく、プラスこうなんかこうもうちょっとこうなんかないものかなというものを今探していて、そして久保さんがなんかお題をくれよというところで、なんかこうまあね、目標は自分で決めるものと言うんですけどね、何かこうないもんですかねとなんかないもんですかねみたいなことをちょっとね、まあお題というのか、なんかこうヒントみたいなものがねあると非常になんかあればねいいかなと思って、この100話をちょうど終わろうかと思うんですけどね、まあ、ただこの目の前のやるべきことが確かにあるので、まあ、これは確かにこれはやっていかなきゃいけないと、そのもう一つね上のこう何と言いましょうか、なんだろうな、こうギリギリになってやらなければならないっていう、こうなんかこうね、なんかこうもう一つなんかあるとまた張りが出るんじゃないかなと思ったりもして、ちょうど今回一つ壁を越えたところなんで、こう気が緩みそうになるところなんでね、そこをもう一つ引き締めていかなければならないなと自分が思っているところでございます。はい、というところで、気になる男第100話ですね、第100話こんなところで終わろうかと思います。はい、ありがとうございました。そして101話ですね、久保さん101話、次もよろしくお願いいたします。はい、ということで、自分なりにね、気になる男的に、気になる男的に、記念の100話、これで終わろうかと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。